バート・イーブルクは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、オスナブリュック軍南西部の市である。州指定のクナイプ浴場となっている。最も重要な建造物は、町の高台に存在し、旧ベネディクト海修道院を伴ったイーブルク城で、ある。この城は、7世紀以上にわたって、オスナブリュック司教の館であった。バート・イーブルクは、ベストファーレンハンザ同盟に属し、 1980年からは、新犯罪同盟の一員となっている。バート・イーブルクを自転車道のフリーデンスルートが、通っている。これは、オスナブルックとミュンスターで協議され、30年戦争を終結させた1648年の平和条約に、ちなんで命名された。遊歩道ヘルマンスベークも、本市の地域にあたるデーレンベルクやグローサー・フレーデンを、通っている。トイトブルクの森が、 本市のほぼ北半分を追っている。本市は、ニーダーザクセン西部で最も森が豊かな市町村の一つである。最高地点は、北の市境に位置するゲーレンベルクである。市内には、グローサー・フレーデンと、クライナー・フレーデンの2つの峰を持つフレーデンがあり、ヨーロッパ自然遺産に指定されている。フレーデンの近くには、ホーンスベルクがある。リュ川はここから流出している。 この山は19世紀から地質学研究がなされており、シダ植物の化石ザマイツアイバーゲンシスホージアス、UVD マークや貝の化石ピンナアイバーゲンシス、ウェアアスといった、ここで発見された化石生物の学名によって、地質学の世界では知られている。ホーンスベルクに隣接するリムベルクの一部も、本市に属す。1910年に、ツェッペリン飛行船 LZ7、 ドイチュラントがこの山に墜落した。市中心部の北西にウルベルクがある。ここには1964年から1998年までカトリックのミュッターアイコールクアハイムがあった。バート・イーブルク市内の多くの山では19世紀、20世紀に石灰石の採掘が行われていた。例えばハーゲンベルクやランゲンベルクなどである。地域の南部はミュンスターラントに至る。 グラーネ近郊の州有林パルスタカンプで、コルバッハと、フレーデンスバッハが合流してグラーネ川が生まれる。ただしこの辺りではまだグラーナーバッハと呼ばれている。バート・イーブルクは、北は、ハーゲンアムトイトブルガーバルト及び、ゲオルクスマディエンヒュって、東は、ヒルターアムトイトブルガーバルト、南は、バート・ラーエル及びグランドルフ、西は、ノルト・ライン・ウェスト・ファーレン州、シュタインフルト軍。 リーネンと境を接している。フランク王国年代記は、753年に、ケルン大司教、ヒルデガール本ク作戦が亡くなった場所としていい、ブルクを記している。カール大帝は772年に敵対者ビズキンと、甲から高貴な王の白い、ブルクを奪い、占領した。フランク軍兵士は783年にも二度目の、占領を行った。 11世紀のイーブルクは地域を越えて重要な地点であった。1052年から1068年までの間に司教ベンの一世は城塞を築いた。最も重要な世主はオスナブリュック地方発の司教であるベンの二世である。彼は1068年から1088年に古いカール時代の城石に城官とベネディクト修道院を建設した。 ベンノは、友人でもあったドイツ皇帝ハインリヒ4世と、教皇グレゴリウス7世との間で起こった1077年のカノッサの屈辱を含む、女人権闘争において、特別な歴史的重みを有していた。1100年頃のオスナブリュックの退化の後、イーブルクは、オスナブリュック司教の継続的な居住地となった。1553年のイーブルク法医戦1226年に、 聖ニコラウス教会の建設が始まった。これにより、城山のふもとに定住していた人々も、固有の教会を持つことになった。1254年、イーブルクは、司教領主、ブルーノフォン・イーゼンブルクから都市圏を授けられ、集落の防御を固めた。イーブルクは1293年には、アピダムであり、東日本を有する都市風の集落として記述されている。 落雷とそれに伴う激しい火災によって1349年に城と修道院が破壊された。1359年、イーブルクは市場開催権を獲得した。これにより、城と集落は議会と法律のもとに委ねられた。この町は1455年から1482年に市境領主コンラート三世によって、私壁で囲まれ、三つの門から、 出入りが可能になった。1518年に水道が設けられた。修道院長フレルキングは、デーレンベルクから修道院に水道管を付設した。1534年、ミュンスターの最先例派が、司教フランツフォンバルデックによって捕らえられて、城のベルクフリートに収監され、その後処刑された。1552年、町の南に、シェーベントルフ城が水木として建設された。 1585年の火災で、イーブルクでは倉庫や家畜小屋を含めて53棟の住居が消失した。これは当時の住居のほぼ半分にあたる。1625年に、ビッテルスバッハ家防流出身のフランツビルヘルムフォン・バルテンベルクがオスナブリュック市教に着座した。1633年、スウェーデン軍がイーブルクを占領し、市場、 グスタフ・グスタフソンに献上した。1720年以前に描かれたイーブルク城を呼び、修道院1648年に、ミュンスターで締結されたベスト・ファーレン条約で、イーブルクは宗教の根校のために、アルターネシオという妥協がなされた。これによりカトリックの司教領主と、福音主義の地区監督が交代で収めることになった。1650年に、司教領主、 フランツ・ビル・ヘルム・フォン・バルテンベルクが居住地をイーブルクに戻した。1657年、イーブルクは年に一度市場を開催する権利を有していた。1662年、カトリックと福音主義が交互に治めるというベスト・ファーレン条約の規定に従って、ブラウン・シュバイク・リューネブルク選定校、エルンスト・アウグスト一世が初の福音主義のオスナブルク市教領の領主となった。 その娘ゾフィー・シャルロッテは1668年にイーブルクで生まれた。彼女は後にプロイセンの初代王妃、兵隊王の母、フリードリヒ大王の祖母となる人物である。ベルリンのシャルロッテンブルク宮殿及び同名の宿は彼女にちなんで名付けられた。1672年にエルンスト・アウグスト一世が新しいオスナブディック城に入り、 イーブルクのオスナブリュック司教の時代が終わった。イーブルクの館は放棄された。1750年から1755年にかけて、ベストファーレンのバロック建築家で先帝公の将軍、ヨハン・コンラート・シュラウンによって、大規模なバロック様式の修道院建築が造営された。修道院は1803年まで存続したが、世俗家によって廃止された。百八十五年、 イーブルク軍の行政機関がこの城に置かれた。セッペリン事故記念八1887年に、ビ化カ協会が結成されたことで、後の観光業発展への基盤整備がなされた。この協会は遊歩道を整備し、休憩用ベンチを設置するといった課題に取り組んだ。1910年6月28日、飛行船 LZ7、ドイチュラントがリムベルクに墜落した。 このツェッペリン事故による負傷者はなかった。1929年に農村、ベッシャーがイーブルクに合併した。イーブルク軍は1932年に廃止され、軍庁所在地はこれ以後オスナブルクに置かれた。シャルロッテン税とイーブルク城及び修道院1932年から1933年に城山のふもとにシャルロッテンイが造成された。 推進したのは、後に名誉市民となるロベルト・ヒュルゼマンが主導して1932年に設立されたイーブルク文化協会であった。1934年にイーブルク城に突撃隊スポーツ学校が設けられ、1939年まで存続した。城内には、1942年から1945年までドイチェハイムシューレシュロスイーブルクが入居した。 1948年からは、ニーダーザク戦州立ハイマート州レイ・イーブルクがあり、1971年まで存続した。1945年の復活祭の週に、イギリス軍は戦闘なくイーブルクを占領した。これに先立ち市長のヘルマン・リンクラー家は、最後に残っていた国防軍兵士に町を去るよう要請していた。1946年9月3日に、 市議会はリンクラー家を名誉市民とすることを議決した。イーブルクは第一次世界大戦前からの避暑地、1920年代からのルフトクアウルトから1953年にクナイプ浴場となった。1959年、イーブルクは中世の歴史的な重要性から改めて都市権は与えられた。1967年にはクナイプ浴場として、 州の指定を受けた。これ以後本市は、バート・イーブルクという名称になった。1964年に、ウルベルクにカトリックのミュッター・アイコール・クアハイムが開館し、1998年まで存続した。1973年から2004年までいい、ブルク城には、ニーダーザク専修警察学校の養成施設があった。バート・イーブルクは1980年に、 ベルリンのシャルロッテンブルク区と姉妹都市協定を締結した。協定文書は11月10日に署名された。連帯感の表現として、シャルロッテン前衛をめぐる、レンバーンがシャルロッテンブルガーリングと改名された。バーとイーブルクでは三輪歩きの伝統が再び人気となっている。デーデンベルクのカールス広場には、シュナートガング2 0 0 0を記念する石碑が建てられている。 1970年にグラーネ・ビスベック、ゼントルプ、オステンフェルデが合併して、グラーネが成立した。1972年7月1日、バート・イーブルク氏とグラーネが合併して、新たにバート・イーブルク氏が成立した。イーブルクの古い地名としては、753年、アイバーグ、754年イーバーク、1070年、ユーバーグ、1175年ユーバーチ。 1350、遊暴牢がある。この地名は、おそらくブルングが基礎語となって形成された。地名の最初の部分は、中引くドイツ語で、一位の木を意味する、イーウェイに由来する。城が建てられた場所はおそらくは、もともと IW ベルクと呼ばれていたと推測される。数値は、1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダーザクセン州統計、および、 コミュニケーション技術局の研究結果である。1961年と1970年の数値は1972年7月1日に合併したレムゼーデを含めた人口調査の結果である。バート・イーブルク市長者バート・イーブルクの市議会は2006年9月11日の選挙以降十六議席で構成されており、これに投票権を有する議長として市長が加わる。 2014年2月23日、アンネッテ・ニールマンは53.3%の絶対多数票を獲得して、バート・イーブルクの市長に選出された。バート・イーブルク氏の紋章は、五本スポークの赤い輪の上に赤い輪しの半身が描かれている。紋章は15世紀の旧イーブルクから用いられていた。五本スポークの輪は、オスナ・ブルク氏の紋章衣装である六本スポークの輪に、 死なんだものである。わしは、司教コンラート4世、フォンリートベルクに由来する。現在の紋章は、1531年の死の、印象に基づくものである。バート・イーブルク時計博物館世俗建築1595年建造の、狩野のおぎきよしニコラウス協会協会バート・イーブルクは、オスナブリュック地方で最も古いハレンキルヒエである、聖ニコラウス協会を有している。 セイクレメンス教会は、ベネディクト会修道院の修道院教会として、司教弁の二世によって建設された。福音主義イコールルター派の旧地教会は、ルター派の教会組織が形成される以前は、福音主義イコールルター派の司教領主の宮廷教会であった。最も新しいカトリックの教区教会がグラーネの聖、ダイヤコブ教会である。このネオゴシック様式の教会は、 何代もの先行建築が存在した。その一つは、弁の二世の1088年の文書に、初めて記述されている。太古種の泉バート・イーブルクには、ゴーグラー・フェンホーフ及び、時計博物館の近くにある司教弁の二世像の、他にも、オスナブルクの芸術家、ハンス・ゲルト・ルーベによる作品がある。グラーネの太古種の泉もその一つである。これは1764年に、 グラーネに市場開催権が与えられたことを記念したものである。グラーネの市は現在も存続している。この泉は大小手たちによってかつての農村を鼓舞しているものである。聖ニコラウス協会下のクローサー通り沿いにある同じクルーベ作品の手工業者の泉はバートイーブルクで営まれていた手工業を表している。この泉は1992年4月4日に 一般公開された。旧墓地にはオスナブルックの彫刻家で木彫家のゲオルクヘルンシセマイヤーの墓がある。彼は家族母のための墓碑を制作してあった。トゥース・グラーネは1987年から1990年代半ばまで女子チームが卓球ブンデスリーガに参加しており、1993年にはエッツカップを獲得した。VF エルバート・イーブルクには バドミントン、ハンドボール、ヘルススポーツ、柔道、柔術、スポーツショー、テコンドー、対極拳、卓球、体操、レジャースポーツ、健康増進スポーツ、バレーボール、ワンデリング部門がある。射撃クラブイーブルクフォン百8 6 9は17世紀のフレッケンの自衛射撃隊の伝統を引き継いでいる。射撃クラブグラーネフォン百七十八は十六世紀に 最初の記録が残る鳥打ちの伝統を継承している。オフェナー・ホルツと温泉街との間にある屋外プールは1952年にオープンした。最初はデーレンベルクから屋外プールまで壁で囲まれた池を通って水が通されていた。池にはレンガが敷かれ太陽の熱で温められた後水槽に導入された。この屋外プールは回収され、 1999年に再オープンした。これ以後、水泳プールの他に、独立した飛び込みプールや、ウォータースライダーが設備されている。1996年以降、バーとイーブルクでは年に一度、木内騎士の間で、クラージ賞が授与されている。この賞は、公共の利益に資した人物や組織を商用するもので、ある。 初回の受賞者は、バート・イーブルク上官コンサートの芸術的指導者、ハリー・ヤーンス。最も高貴な受賞者は、2009年に受賞した、世界子ども基金の創始者、スウェーデンのシルビア王妃である。スウェーデン王妃は、バート・イーブルク滞在中に、視聴者で死のゴールデンブックに記帳を行った。連邦道 B51 号線が市内を南北に貫いている。 オスナブリュック交通会社のバスが定期的に運行している。30分ごとにオスナブリュック行き、1時間ごとにグランドルフ行き及びバート・ローテンフェルで行きのバスがある。廃線となったトイトブルガー・バルト鉄道バート・イーブルクの旧駅舎1901年から1968年までバート・イーブルク駅はトイトブルガー・バルト鉄道のイベンビューレン・ランゲリヒ。 ギュータースローヘーフェルホーフ線の停車駅であった。TWE の路線は現在キャプトレーン、ドイツラント GMBH に属しているが、定期的に運行されているのは、路線の一部での貨物運行だけである。この以外では、保存鉄道、トイーコールエクスプレスもこの駅を利用していた。やがて、駅舎は、個人所有となった。2011年9月以降、 グラーネおよびビスベック近郊での蓄定および、橋梁損傷のため、バートラーエールおよび、ギュータースロー方面への運行が不可能となった。2013年1月には、オステンフェルデのツビッシェンデンベレン通りをまたぐ橋梁も、封鎖され、これによってリーネムおよび、レンゲリヒ方面への鉄道運行も遮断された。これ以後、トイコールエクスプレスも、それ以外の列車も、 バート・イーブルク駅に到着することはなくなった。2012年1月に、隣町のバート・ラーエルで、アクティオン・ビュントニス・プロ・ TWE が発足した。この団体は、特に、トイトブルガー・バルト鉄道を延伸し、レジャー、観光用の交通機関として、これを活用することを目的としている。ランデス・ガルテンシャウバート・イーブルク2018の開催を考慮して、 オスナブリュックとの間を乗り換えなしで直接運行することでこの路線の能力が発揮されることになる。バートイーブルクはオスナブリュック軍南部を管轄する区裁判所の所在地である。区裁判所はイーブルク城内に入居している。2005年5月以降、バートイーブルクはニーダーザク選手学校監査局の公式の所在地であった。学校監査局は 学校の質を守り、向上させることを目的としていた。学校監査局は2011年1月1日に廃止されるまでイーブルク城に入居していた。消防団は、バーとイーブルク地区とグラーネ地区に合わせて4つの消防隊を有している。バーとイーブルク地区には2000年以降これに加えて青年消防団があり、グラーネには軍学隊がある。バーとイーブルクには、 基礎家庭学校が3校、本家庭学校が1校、実家学校が1校、ギムナジウムが1校ある。バーとイーブルクにおける学校環境の特殊性は20世紀後半まで公立学校で宗教分離がなされていたことにある。これは多数派のローマイコールカトリック住民と少数派のプロテスタント住民との不均衡に起因する。プロテスタント住民の人口は 第二次世界大戦後に難民や追放された人々を受け入れたことで増加し、1970年代以降バーとイーブルクがオスナブリュック軍南部の人気の住宅地となったことで大きく増加した。学校の宗教分離は1994年に完全に廃止された。私立・レクトラートシューレは1900年頃から廃校となった1941年まで、 アビトゥアを取得するための上級学校への進学に備える予習を行っていた。校舎は解体され、聖ニコラウス教会近くの敷地跡には名が刻まれた記念碑が建てられている。1942年から1945年まで国家社会主義者を養成するためのドイチェ、ハイマート・シューレシュ・ロス・イーブルクが学生を受け入れていた。基礎家庭学校は、 バーとイーブルク中心部のアム・ハーゲンベルク基礎家庭学校、グラーネ基礎家庭学校、オステンフェルデ基礎家庭学校がある。アム・ハーゲンベルク基礎家庭学校は1959年に8年生の国民学校として建設された。第二次世界大戦後この年までイーブルクの生徒たちは市内の様々な建物で学んだ。総合的な学校建設に対する市議会決議に 基づいてに抑止の学校施設が建設された。福音主義国民学校は2階建ての胸に3クラス、カトリック国民学校は3階建ての胸に7クラスが入った。この2つの胸は衛生室が入る2階建ての建物で接続していた。この施設は1959年9月に教養が開始された。この国民学校は1964年に基礎家庭学校と 本家庭学校に分離された。アムハーゲンベルク基礎家庭学校では1993年、94年の学期まで宗教による分離が続いた。宗教によって分離されていた本家庭学校は1969年に統合され、グラーネ、ゼントルプ、オステンフェルデの本家庭コースも同時に統合された。バートイーブルク本家庭学校は1972年から、 ビーレフェルダー通りの学校センターにある。バートイーブルクには、オスナブルク軍が運営する、実家学校と1972年からは、ギムナジウムも存在する。ニーダーザク選手は1948年から1971年まで、イーブルク城内のハイムシューレイーブルクを寄宿制の短期型ギムナジウムとして運営していたが、イーブルクの生徒たちは、 通学のギムナジウム生として学ぶことができた。ヨーロッパ修炼の一つであるギムナジウムバートイー、ブルクは1972年に開校した。その歴史は、ニーダーザクセンハイム修炼イーブルクに移居している。バートイーブルクは1976年から、整形外科の外来、入院患者のためのリハビリテーション病院、デイレンベルククリーニックを有している。本市には、総合病院はない。 カトリックの聖フランィスクス病院が老人、養護施設としてケアを行っている。もう一つの老人、養護施設が福音主義のクリストハイムである。かつてクアクリーニクであったサナトリウム合戦は精神障害患者の収容施設となっている。ありがとうございます。